から調子リフトして書いてあった。自分らしさってなんだ。子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものは好きだと言って、僕らは変わってく。守りたいものが変わってゆく。理解されない宝物から、理解されるための建前。大人になるほど後悔する生き物になる。でもね、それでもね、逃げるものがあるんだよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし、君も僕じゃない。個性を出さなきゃいけない、そういう流行りの無個性で悟ったように一歩引いた匿名希望の傍観者。ちょっと待ってよ、星空は変わらずあの日と同じだよ。宝物は今でも宝物のはずでしょう。変化が怖くて変わらぬ日々も嫌いで、変わりたくて変われなくて、子供の頃を思ったりもして見失いそうで、自分である意味とかコンビニで目にした不祥事をしてたんだろう。でもね、それでもね、逃げるものに気づいてよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと。